大事なゲームです。待ち望まれていたカードがいよいよキックオフ。さあセカンドレグです。敵地での1戦目をものにしておきながらホームで敗退というわけにはいかないでしょう。相手は勝つしかありませんから、怒涛の攻撃を仕掛けてくるのは分かりきっていますよ。それに圧倒されてはダメですね。福西さん、イニエスタの特徴を教えてください。味方をうまく活かしますよね。パスサッカーの要になる選手です。今日はベガルタ仙台対ヴィッセル神戸のカードです。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。キックオフ、試合開始です。スペースへのボール、ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。イニエスタが絡みます。サポートの選手がいます。ちょっと消極的なパス回しです。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。クロスを狙ってきますか。シュートを狙う。キーパーがキャッチしました。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。奥の広明、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。イニエスタ、ここはインターセプト。しっかり予測していました。ここはフリーキックになります。ここにはイニエスタがいました。狙ってきたぞ。ここはしっかり当たらないシュートでした。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。パスコースにはディフェンスがいます。富田慎吾、目の前にスペースがあるようです。味方に出すでしょうか。最高のボールが出た。ループシュートを狙った。チップシュート、ボールは美しい放物線を描いてゴールへと吸い込まれました。難しいプレーを簡単そうに決めてきますね。素晴らしい状況判断です。藤田直之、素晴らしいボールです。スペースを狙う。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。
かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。今日はどうしようもないですね。捕まりません。絶好調、2点目のゴールを決めました。藤田直之、ボールを中盤で奪いました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。藤田直之、ポドルスキー、カウンターアタックに入るか。どうやらサイドをつけそうです。カウンターのチャンスを決めたい。通りません。しかし面白いスルーパスでした。タッチラインを割りました。スローインです。主審がプレーを止めました。イエローカードが提示されます。先ほどのプレーでファールがあったようですね。サポートを使えそうです。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まる確率が高いシュートでした。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。富田慎吾、かなり遠くから狙いました。前半が後半戦キックオフです。ボールが狙われています。ボールを取りました。さてどうする。キーパーに奪われました。奥の広明、ボールをサイドへ振りました。クロスを狙ってきますか。ボールを回しますがなかなか崩れません。菅井直樹、キム・スンギュが処理。フォワードに低い位置で渡します。藤田直樹、素晴らしいスルーパス。ちょっと強すぎたか。笛はないようです。シュートは入るか。パスを2人で交換します。イニエスタの周りにサポートが来る。ボールを大きく押し出します。この選手ですが前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。スペースへのボール、素晴らしいパス。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。フレッシュな選手の投入です。ポドルスキー、ペナルティーキックです。 PK の判定です。イエローカードが出されます。イエローですか。ここは冷静にペナルティを決めました。落ち着いて蹴りました。キーパーの動きをよく見ていましたね。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。このシュートはどうだ。キム・スンギュがしっかり止めました。コーナーキックになりましたね。
ボールはゴール前へ。この攻撃はここまでのようです。距離はありますが、ここはいやー、これはちょっとやってしまった感がありますか。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。阿部拓磨、ハーフナーマイク。ここはよくスペースが見えていました。チャンスにはつながらなかったようです。三原正俊、相手が寄せてきました。マレク・ハムシュクですが、トッテナム・ホットスパーへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはナポリです。はい、興奮しますね。新しいクラブでのデビュー戦が楽しみです。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。ハーフナーマイクにチャンス。阿部拓磨、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。藤田直之、プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。ルーズボールになっています。ハーフナーマイク、危険な位置です。緊張感が増してきます。中央にクロス、頭で入れました。ヘディングでのゴールです。ナイスヘッドです。またしてもゴールです。これで大きく勝利を引き寄せました。今日は素晴らしいパフォーマンスですね。全てにおいて相手チームを上回っています。田中純也、高橋俊樹、阿部拓磨、目の前にスペースがあるようです。中の選手にクロスを入れた。前に押し出します。田中純也、ここはパスミスになりました。ボールを失います。素晴らしいボールです。スルーパスを狙った。見事なスルーパス、ゴールです。ゴール、ゴール。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。5対1のまま試合は終了です。ホイッスルが鳴って試合終了です。セカンドレグが終了し、1戦目と2戦目の通算得点でチームの勝利が確定しました。実力は拮抗していましたが、得点への執念が勝敗を分けましたね。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。この選手ですが、もっと活躍してほしかったですね。ほとんどチャンスを作れませんでした。そこが勝敗を分けましたね。